はい、よろしくお願いします。どうも、ハイチです。明日明後日センター試験がありますので、自分の動画を見てくれてるユーザーの方の中でもたくさん受けますと、頑張ってきますっていうのをコメント欄とかメールでいただくんでね、せっかくなんでちょっと、まあ、応援なんてね、大したことできないんですけど、コメントというか動画を撮らせてもらっております。まあ、ついに明日明後日ですね。まず天気がものすごく悪くなるんです。全国的にね、荒れるそうなので、特に今北の方とか、あと日本海側の方で、太平洋側の方もね、結構東海とかは荒れるらしいので、足元本当気をつけてください。気持ちが焦ってる時とか、こう浮ついてる時っていうのは、滑ったり転んだりするのがすごい確率が上がるらしいんですね。で、利き腕がついちゃって手首骨折するとかっていうのもあるんですよ、実際受験当日に。でそういうこともなりかねないので、まあ、気持ちを落ち着かせて、で交通機関の乱れも、ね、出てくると思いますので、情報を早めに仕入れて、こうなんだろう、出発時間をちょっと調整するとか、ね、してもらえたらと思いますね。実は自分受験とセンター試験14年前なんですけども、雪だったんですよ。で、群馬で雪降るってあんまないんですけど、そう、珍しく降って、当日か前日かに降ったんですよね。足元雪がすごいある状態のセンターだったんですけど、で交通機関は見られなかったんですが、やっぱりね、こういつもと違うのでちょっと浮き足立つんだよね、それだけで。そうだけど、そこをやっぱりなんだろう、どしっと構えるというか、あまりこうはっってならないように、気持ち落ち着かせて行ってきてください。で、何話そうかなって迷ったんですけど、頑張ってるのはもう重々承知ですし、ね、自分なんかより、ね、皆さんが、ね、もう頑張ってるし、辛い中でやってきてるから、まあ、伝えたいことは、とにかく後悔のしない、後悔の少ない、受験に、センター試験にしてきてください。これは塾講師の時からよく生徒に話してたことなんですけど、100の力がありますよね。で、受験でも、スポーツの大会とか音楽の発表会とかでもいいんですけど、人って100の力を出し切ることってなかなか難しいんですね。やっぱり終わった後にどこどこミスしたとか、うまくいかなかった、失敗したっていうのが出てきてしまいます。でもそれをやっぱり少しでも減らせた方がいいじゃないですか。100の力を持ってたんだけど60しか出せなかったっていう人よりは90出せたっていう人の方がいいですよね。なのでぜひ終わった後に、どうなったかわからないけど、でも出し切ったよねって思って終わってほしい、みんなに。それが一番の願いです。で、そうなるためには、まず時間の管理、テストの時、50分だったら、例えば大問1で何分使う、大問2で何分使うっていう時間を管理する。終わった後に、時間が足りなかったっていう後悔が残らないように。そして、二つ目は、ケアレスミス。とにかく見直しをちゃんとしましょう。見直しの時間も確保する。もちろん、見直しを捨てて、その時間を問題、解いてなかった問題に当てるってのもいいんです。それは、当日みんなが作戦を立ててやってくれたらいいことなんですけど、見直ししてればこの問題取れたじゃん、ミスってんじゃんっていう後悔が残らないようにしてほしいと思います。だからその2点ですね。とにかく時間っていうところと、見直しっていう、まあ、ケアレスミスを減らすっていうところに気をつけて、ぜひね、やってきてください。で、おそらくみんなの学校の先生とか、塾とか予備校の先生に言われてるかもしれないんですけど、センター試験、1日目終わりますよね。で、2日目の朝には、新聞に、回答が出てきます。でも、答え合わせはしないでください。と言ってるんですけど、この人したんです。答え合わせ。俺したんですよ。で、これは、理由があって、もちろん学校の先生にはするなと言われてたんですが、1日目、得点を取らなきゃいけない試験だったんです、自分はセンターで。でも、出来がものすごく悪くて、自分の実感がね、体感が。で、すごいへこんで、もうね、あんまりその頃も親に反抗とか全然してなかったんですけど、もう夕食の時にうるせえよみたいな。そんな、ほとんど言ったことなかったよ、今まで。そう、当たり散らしたぐらいにもう荒れてしまって、心が。で、ふと考えた時に、このまま受けてもしょうがないと。もし、丸付けをして、できてなかったのも、できてないなりに受け止めていこうって、腹くくってみたんです。そしたら、運よく、思ってるトレスなんですよ。そう。なので、自分の場合はラッキーだったんですけど、もちろん、絶対しちゃダメとは言わないです。自分みたいな状況になって、これは見て、確認した方が、気持ちがスッキリすると。言うんであればいいんですけど、大体の方が見たら、ああ、マジか。
ってなってテンション下がります、2日目の前に。それは避けてもらいたいので、もちろんさっきも言ったように、皆さんに判断を任せるんですが、気をつけてください。結構そこは、ダメージを受けます。思ったよりは。そう。まあ自分みたいなパターンもあると思うんですけどね。はい。であとは、こういうものは試験会場で飲まないようにしてくださいね。これミルクティーなんですけど、お腹がちょっと下る可能性があるものとか、そう、はあまり避けて、できれば、あまり冷たいものは持っていかない方がいいですね。まあじゃあ寒いんでホットを持っていく方の方が多いとは思うんですけど、まあでも試験時間長いんで冷めてしまうんですが、こうあまりお腹にダメージのないものとか、あとはいっぱい食べ過ぎないとかね、そう、昼とかも。っていうところで、まあ細かいことは、まあ前話したんであれですけど、とにかく、後悔の少ないセンター試験にしてきてもらえたらと思います。本当にね、応援することしかできないんですけど、綺麗事になりますが、見てくれてるみんなが1点でも多くね、取ってこれるように、そしてセンターが終わった時、2日間終わった時に、それで受験が終わりではないことが多いと思いますけど、もちろん自分もそうでしたし、その後続きますけど、私立とね、まあ自分だったら国立とかも続きましたし、でも1個の達成感をそこで味わってもらえる、味わえるセンター試験になることを心から願っておりますので、頑張れっていう言葉はあまり使えてないんですけど、応援してますんで頑張ってください。はい。という感じでございます。はい。では、本当、最初にも言いましたけど、天気が悪くなりそうなので、一番は本当、足元に気をつけて、そして、まあ、今日の明日でね、体調一気に崩すってことはないと思うんですけど、今、若干体調が悪そうだなとか、やばくなりそうだなって思う方は、早く体温かくして、例えば、ちょっと漢方を飲んだりとかして、体調整えて、体の面、心身の面で、ベストコンディションで明日を迎えてください。では、こんな感じでした。はい、でした。以上です。ありがとうございました。バイバイ。